まさかとは思いますれど、旦那様は桃姫が気に入っているのではありませんか。もしそうなら、狐の妖力で桃姫の魂を八つ裂きにしてやりたい心地がいたします。バカを申すな。ガキ相手に好きも嫌いもあるものか。ちゃんとついてくるように子守りをしておるだけじゃ。裸を見られるのが恥ずかしいとは、早速ダダをこねおって。その腕を見ろ。本気で刀を振れば筋が切れてしまいそうじゃ。本来のおぼろ流はこんなものではない。肌もやばすぎる。血もやけだらけでたまらぬで、よく揉んでおけ。応対するのは湯に浸かる間だけじゃぞ。Let's go.
どうするって行くしかねえじゃねえか。ここでこうやって待ってたって日が暮れちゃうだけだよ。てめえ忘れてやがるな。話したじゃねえか。この先の峠には怖え山の神様がいて旅人を食うんだってよ。聞くところによると
そいつは雲を越す大乳洞で、一つ目に睨まれたらでけえ一本足で踏みつぶされるんだそうな。ひゃー、そいつはちょいと勘弁してもらいってもんだな。おめえ、なんでこんな人気もねえ恐ろしい山道を選んだ。バカ言え、俺がちょっと目離した隙にてめえが勝手にこの道をとっとこ進んでいったんじゃねえか。本菊ではないか。人がおるところへ出てくるとは珍しい。旦那様、やはり美濃へ参るのは容易ではありませぬ。玉移しに使う黒蜜の太刀、村正で代わりはできませぬか。相模の黒蜜は腕は村正に遠く及ばず作刀も少ない。故にあまり世に知られておらぬが、実は特異な力を持つ。その刀身には地獄に由来する魔性の力を帯びているのだ。地獄の獄卒らは亡者を切り刻んでは生き返らせ、休みなく繰り返し攻め子を与えるのが仕事。黒蜜はその獄卒が持つ滑殺自在の大なたを地獄より持ち出して刀に打ち直したのだと言われておる。黒蜜の生家近く鎌倉あたりであれば、他にも作刀が埋もれておる矢本を探し回ってみたが、徒労であった。お主ら、ようも無事でこの山奥まで来れたものよの。ここまで化け物には襲われなんだか。俺ら山に入るときにそこの娘に高い魔除けのお札を売りつけられて持ってるんだ。聞いてもらうには困らん。だけどこの先何人も旅人を食ったすごいやつが出るって噂じゃねえか。いや、怖いわけじゃねえんだがよ。おや、娘さんも後先考えず来ちまって立ち往生かい。こりゃ死ねた。いや、こっちの話だ。何でもねえ。女だけの旅や心細い。安心しなせえ。オイラがついたわ。怖かったらギューッと抱きついてくれて構わねえよ。年頃の娘の身でこの寒いのに足をむき出してどこへ行く。この先には雪乳洞の類がいて危ないぞよ。こっちもそいつを退治しようと来たはいいが、お札が尽きたので山を降りるところじゃ。お主らもそうせ。人臭い、人臭いぞ。しかも若い娘の匂いだ。山を越えようとする者は踏みつぶして食ろうてやるぞ。
つまらぬことで思わぬいとまを取った。おかげで今宵は野宿、慰めにボタン鍋でもつつきながら一杯やるとしようか。化け物の肉なら綱吉の悪法もお構いなしであろうよ。さあ、とどめを刺して皮を剥いでくれる。待ってください。山の秘密を包み隠さず話しますので、そればっかりは堪忍してください。ここが山の隠れ湯だ。人間に見つかってはこの霊泉におちおち入れぬで、妖怪に化けて追い払っていたんだ。オーラの名は伊佐佐王。昔は吉野の尾場峰に住んでたが、人を襲って坊主に追われ、ここまで逃げてきたんでさ。これからは人間に見つからないように、ここへはそっと夜来るようにするのですよ。阿修羅みてえに恐ろしい娘が今は観音様みてえに微笑んどる。わかった、見つからんように気をつける。このもののけは我らと同じく年を経て通力を得た変化。変化は千年生きて千気を培い、天文をくぐって初めて天つかみの仲間入りを果たすのです。この霊泉に使っておれば数百年で天に登れるやも。人間に知られたくないのも無理はな。イノシシとの約束など保護にして獅子肉にしてしまえばいいものを、ムキになってダダをこねおって。まあよい、これも黒蜜が手に戻るまでの辛抱。次はしくじらぬように相手をよく選ばねばならんな。それでは次も誰かを犠牲にすると申すのか。そもそも己の身を捨て他人になろうとしたのは何故か。好き好んでのことではない。元の体は胸を患って、どちらにせよ長くは生きられぬ身であったのよ。わしは想像絶する修行の末に極めたこのおぼろ竜を己だけのものとするために、一兄弟子を切り捨てもした。ただ死を待つばかりならと非奥義にかけたのがあの夜で、野球の地位と体を奪うはずであったのだがな。金菊、今の鳴神で実権を握っておる奴は誰じゃ。太刀の行方を知る者はいそうか。改易後は評判の良くない鹿見壇上という代官が幕府の直轄領として鳴神藩を仕切っております。鹿見壇上と言われましたか。
シカミは鏡家に使える譜代の家臣。一体何故大官になど。そやつなら黒蜜の行方を知らぬはずはあるまいて。桃姫は鳴神の姫、正面から堂々と会いに参ろうぞ。